保。はい、というわけで皆様おはようございます。風道でございます。いやー、待ちに待った土曜日でございます。この1週間長かった&きつかったっていうのもですね、まあ、先週うちの会社お盆休みで、例年のごとくね結構な長期連休だったわけですよ。で、動画はね2本ぐらいしか実は出せてなくてね。っていうのもね、7月に新型のねニューモデルであるね、コロちゃん、まあ要は流行りに乗ってしまったということで、まあそこでもね10日間の自宅療養があったわけでね、全く運動もできなくてね、体がなまってしまったんですけど、まあ、社会復帰したと同時にねすぐお盆休みに入ってしまってね、まあ、お盆休みはね結構ツーリングの計画は立ててたんですよ、例年のごとくね。なんですけどね、自分の場合結構後遺症が残っちゃってね、ほとんどねちょっともうだるくて辛くてね、あんまり活動ができなかったっていうところですかね。に来てのね、あの盆休み明けの5日間、結構きつかったっすね、もう体的にもね。はい、てなわけでね、今日は晴れるっていう天気予報なんですよ。はい、もうすでにねちょっと霧雨が降ってんですけどね、まあ天気予報を信じてちょっと突き進みたいなと思います。まあタイトルの通りね、体もまだまだ万全じゃないのでね、いつものワインディングロードであるねルート299から足学部行って、もうパッと行ってパッと帰ってこれるようにね、まだまだね体にあんまり負担をかけるわけにもいかないんでね、様子を見ながらのツーリング観光したいと思います。しょうがない。はい、てなわけで今回はね、新型ニューモデルであるコロスケのね話をしながら目的地まで走ろうかななんて思ってますけど、まあっていうのもね、この間 YouTube 見てたらね、とある元ブロガーさんが、まあ名前は出さないですけど、まあこのコロスケに関するね動画を出してまして、で見てるとね、どうやらその人は感染してなくてね、まあ、知り合いの知り合いだか知り合いの知り合いの知り合いだかがね感染したっていう話を聞いた話をしててね、まあその中で特にねこのオミクロン株はねただの風邪ですみたいなね結論を出してたのがちょっと目につきまして、まあ症状的にはね軽い軽いとは言われてますけど、まあ、新型コロナの怖いところっていうのはね、まあ俺もそうなんですけどね、こうやって後遺症が残っちゃうところでもあったりするんですよ。で俺なんかねまだまだ軽い方なんですけど、ひどい人だとねもう倦怠感、まあ、倦怠感っていうとさちょっと言葉軽く感じるんですけど、それにもねいろんなレベルがあって、本当にひどい人はねもうお手洗いに行くのももうままならなくてね、お漏らししてしまうっつんで、そうなんで おしめをしながらね生活をする人もいるわけですよ。まあ、あとはね歯ブラシをするね手がもうだるくてね持ってらんなくて何回かに分けて歯ブラシをしなきゃいけない人とか、まあ、あとね俺なんかもそうなんだけど、結構ね体のね握力というかね筋力がすごく落ちてて、ね、手に力が入んないとかやっぱあるんですよね。でひどい人はそれこそねお味噌汁を持つお椀がねもう持てなくて落としちゃってストローで飲んでるとかねいう人もね結構いるみたいで、まあそういうね人がいる中でね、その医療関係者でもなければ自分が感染してもないのにね、ただの風邪ですよこんなもんみたいなね言っちゃう人どうなのっていうね、まあ、ちょっと俺そこは違うだろうってねちょっと思ったんですけど、本当にねその闘病生活10日間、まあ、とりあえずねあるんですけど、それもね結構あれじゃないですか、その先生が言うには国がね10日ですよってパッて決めた決め事であってね、実際はねその人に感染する期間っていうのはねやっぱり1週間から10日経つともう亡くなるっていうんでね、まあ、それは医学的に解明されてるらしいんですけども、やっぱねまだまだこのね後遺症に関しての研究っていうのが続いてて、全然ねまだ解明されてないわけですよね。一説によるとねまだ少量のウイルスが生きててね細胞を傷つけてるとかね、まあ、いろんな話もあるんですけど、まだ解明されてない中でねああだこうだっていう結論付けるのはまだ早いんじゃないかなっていうね気はしますね本当にね。まあ俺に残った症状っていうのはねもう胸と背中の痛みが最近はひどいですね。初期の頃はね軽い咳が残ったなっていう感じだったんですけど、ここに来てねもう胸と背中の痛み
もうこれ意外とね、大丈夫かなってね、すごいね、精神的に不安になりますよね。まあそれとあとね、全身の筋肉のなんかね、ピリピリ感っていうかね、脱力感っていうか、なんかねパッとしないですよね。まああとはもう倦怠感ですかね。ちょっとかがんで下手箱に靴を入れて起き上がっただけでゼーゼーするみたいなね感じなんですよ。で一応俺マイパルスオキシメーター持ってるんでね、まあ心配だったんでね、この1ヶ月ぐらいは毎日ちゃんと測ったりして、ちょっと息苦しいなっていう時もね、それで測ってるんですけどね、まあ数値的には特にね異常は示さず正常なんですよ。まああとはね、急に体がねふわっかーっと熱くなるみたいな感覚、なんだっていうね、かと思ったらパッとね、症状が消えたりして、その時もね、体が熱くなった時も一応体温バッと測ってみるんですけど、特にね異常はなく、なんかねわけのわからない、まあ、体がねだからやっぱりなんかちょっと戸惑ってる感がすごくありますね。もう頑張れ俺、もうそれしか言いようがないですよ。もうしょうがない、しょうがなくない。うわー、299入ったらまだちょっと雲あるけどね、晴れてきましたよ。そして涼しいね、やっぱこの季節バイクシーズンじゃないですか。今ね、まもなく9月というところで、まあ秋ですよ。皆様ね、たくさんバイク乗って出かけましょうね。イエーイイエーイ、センキューありがとう。まあこうやってね、またバイクに乗れる喜びをかみしめながらね、今日もこうやって299を伯爵と一緒に駆け抜けるわけですよ。やっぱ健康って大事だね。しょうがない。うわすげえな、ここいつ来ても。ほんとゲームの世界だよこれ。うわすごっ、圧巻の大パノラマ。お、ドラえもん久しぶり。いや、かぜみちくん本当久しぶりだね。ちょっとさ、なんかいい曲歌ってよ。いや、いきなりか。COVID-19 Blues 誰も見た。はい、というわけで足学部着きました。時刻は8時54分。バイクはそんな多くないね、車が多いね。ただ一つ言えることは、伯爵圧倒的だろう。というわけで足学部の下の川にやってきました。こういうね自然界にはねいろんなねあれがいるから、これからねみんなで一緒に見ていこう。ちょっと足つぼ的な石が、ひょっこい。だいたいねこういうね茂みのところにねいるんだよ、やつらが。いないな。意外とねこういう浅瀬のね流れが合流して強いところね、こういうところにねだいたいねいるんだよな、あれが。いないよ。ああ、これはね、ここを訪れた前任者がね、おそらく残していったものだと思います。あとこういうね、橋桁の下ね、ガード下、こういうね、日陰になってる部分にもね、だいたいやついるから。ちょっとこの石をどかしてみよう。ほらいない。思ってたより何もいねえな。ただね水が
マジで気持ちいいわ、冷たくてね。あとね、ここちょうど日陰になってるんだけど、このガード下ね、ここは生活するにはいい場所かもしれんな。まあ、俺も綱渡りクラブなんでね、いつかは、うん、あのファイナルディスティネーション終着駅はここになるのかもしれませんけどさあ、というわけでちょっとね、体調悪くなってきたんで帰ろうかなと思います。いやもうね、ちょっと歩いただけで息切れずえずえするし、もうしょうがないということで家路に着こうと思います。モーターサイクルアウト。はい、というわけでさらば足がくぼということでですね、ちょっと体調が悪くなってきたんで帰ろうかなと、まあ、どんな元ブログだよって話ですけどね。はい、やっぱりね、コロちゃんの立ち悪いところはね、やっぱり後遺症だなっていうのをつくづく実感しますね。うん、闘病中よりもね、その後遺症の方が症状がきついってねいうのもありますけど、なんかね、妙なカーッとね、体が熱くなってきた熱感とね、でも不思議とね、こういう時に体温を測ってもね、全く熱はないんですよとね、なんか全身の筋肉が急にこわばってきて痛くなってきたりね、あとはちょこっとね、運動しただけでっていうかね、運動なんかしてないんですけどね、ちょこっと階段登っただけでもうぜーぜーしちゃって具合悪くなってくるみたいなねのもあるんですけど、まあただね、その倦怠感がすごいからって本当に動かないでいると、もうそれがね、標準っていうかね、それがベースになっていっちゃうのが本当に怖いんでね、うん、少しずつね、体にちょっと無理をさせつつね、本当に動ける状態を素の状態に持っていかなきゃまずいわけでなんでね、少しずつね元に戻していけたらいいなと思っております。とりあえずね、車じゃなくてバイクなんでね、ここは安全運転をしながら行きたいなと思います。まあ日はまた昇るよ、空を見上げる限りね。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。皆様もコロちゃん気をつけてね。それではまた次の動画でお会いしましょう。はい、で今ねコンビニで一服してる時にツイッター覗いたんですよ。でさっき俺が足がくぼで、今日はコロナの後遺症ね、うん、ちょっと強く出てきてしまったんで、ちょっと休んでからゆっくり帰りますみたいなねツイートしたのを、まあ、誰かが見てコメントしてきたんですけど、まあこの辺に貼り付けておきますけどもね、なんだっけな、なんかコロナなら道の駅とか行って人に移したらどうするんですか、じっとしててください迷惑ですみたいなね、まあ、そんな内容だったと思うんですけども、まあ、確かにね俺は新型コロナウイルスに感染しました。これはもう紛れもない事実でございます。でそれ7月の話なんですよ。でしっかりね10日間の自宅療養も経て、今やね社会復帰もしております。でそんな中でね、コロナっつって一括りにしてね、未だにこの偏見とかね差別の目で見てくる人たち、しっかりとね、コロナの知識をつけて、しっかりしたね、知識でコロナを恐れてもらいたいなと思います。今でもね、ワクチンの副作用でね、苦しんでる方々で、俺みたいにね、わずかながらね、不幸にも後遺症が残ってしまう人がいるわけですよ。うん、ただね、そういう人たちも生活の質を落とさないようにね、なんとかね、もがいて頑張ってるわけで、まあ、そういう人たちからするとね、逆にね、そうやって差別の目で見てくる人たちの方がね、本当にね、迷惑この上ない話ですよね。うん、まあそういうふうに言ってる人がね、じゃあいざコロナになった時にね、じゃあ10日間過ぎてもう社会復帰もしないでください迷惑ですって言われてるのと一緒でね、うん、
そういう人たちの方が迷惑ですね。はい、もう以上です。はい。